サム・テイラーは1960年代から1980年代にかけて当時のヒット曲を取り上げて日本でも人気を得ていたアメリカのテナーサックス奏者であるサム・ザ・マン・テイラーと呼ばれる場合もあるハーレム・ノクターンで知られている1916年にアメリカテネシー州に生まれる1950年代にハーレム・ノクターンで有名になったテイラーはその後来日し 歌謡曲、演歌やブルース、R&B、ポップスの録音を多数残した。ニックネームは、ムードテナーの帝王。1989年頃から体調が良くなく、病気療養中は演奏活動を休止した。1990年、肝臓癌のため死去した。満7 4歳没。日本のクラリネット奏者である、北村英二と共演している。 サムが希望した北村のクラリネットはサムテーラーのファンである落語家柳谷小三次の手に渡った。1974年12月31日放送の第25回 NHK 紅白歌合戦にゲスト出演し、西木の秋ら花の歌の伴奏を担当した。また、1978年10月2日放送夜のヒットスタジオにゲスト出演し、 宮古晴美の曲、なんで女にに合わせサックスを演奏した。ありがとうございます。